すすやみの章、荒廃の儀の伝承。おや、先生、どうしたのですか？ええ、もちろん構いませんよ。私が知っていることであれば、何でも。と言っても、何から語ったものか。聞きたいことがあるなら、お答えしますが。彼女は、優しく、とても聡明な人でした。書庫で本を読む背中をよく覚えています。あの方は今とさして変わりませんね。いつも部下の方々を振り回していましたよ。任務の合間を縫って修道院に暮らす子供に武芸や傭兵を指南していらしたものです。私も君の母君もそんなあの方に憧れた子供の一人だった。ジェラルド殿と一人、君の母君が婚約すると聞いたときは驚いたものです。何しろ私たちにとってジェラルト殿はいわば死のようなものでしたから。シトリーは表情の乏しい女性でした。感情が表に出にくいと言うべきでしょうか。ですがジェラルト殿の前でだけは太陽のように明るく微笑んでいたものです。彼の語る外の世界の話は病弱だった彼女にとっての救いだったのでしょうね。ええ、彼女は体が弱く大修道院の外に出たことは一度もなかったはずです。大修道院という閉ざされた世界の中で限られた人々としか関係を持てなかった。だからどんな物語を語って聞かせるよりもジェラルト殿のみずみずしい言葉こそが彼女に希望を与えたのでしょう。私ではとてもジェラルト殿のようにはなれませんでした。ええ、100年も昔の出来事を見てきたかのように語るなど、物語を熟読しても歴史を正確に紐解いても簡単にできることではありませんからね。君はジェラルト殿と共に旅をして多くのものを見てきたのでしょう。思うのですが、君は彼と共に傭兵として旅を続けるべきだったのではありませんか？そうですか。それならば私は君を応援することしかできませんね。きっと教師という立場でのみ見える世界というのもあるのでしょう。こんなことを言うのも君にとっては迷惑かもしれませんが、君にはこれからも多くのものを見て多くの人々と温かな関係を築いてほしいのです。広い世界を見たいと願い、そしてその願いを叶えられなかったシトリーの分まで。ええ、あくまでも私の独断ですが、陛下はこの件をよく思われないでしょうし、君ならば立派に子供たちを導いてくれると信じています。そして同時に君にとっても大きな成長の機会になるとも。何かあったら気兼ねなく相談してください。私はいつでも君の味方ですから。
ところでユーリス、闘技場で捕らえた賊は何か白状しまして？収穫なし。奴ら雇い主の名前も吐かねえ。いや、知らねえみたいだった。だが雇い主の狙いがこのアビスにある何かだってことだけははっきりしたな。そういや、奴らの言動を思い返すと宝でも探してるみてえだったな。宝探し？意味わかんないじゃん。貧しい地下に何があるって言うんだか。アルファルドさんだっけ？心当たりありそうな顔してますけど。いえ、一つ思い浮かんだものの、さすがに荒唐無稽だなと考え直していたのです。おっと、荒唐無稽な推論ほど真実に一番近かったりするもんだ。どんな手がかりでも構いません。行動の指針を定めるためにもぜひ頼みます。では笑わずに聞いていただけますか。アビスにはある伝承が残っているのです。このアビスのさらに下層、封印の谷に資源の荒廃が眠っているという。荒廃、聞いたことないですね。教団が所蔵していた遺物でしょうか。荒廃の儀という儀式について記された古い文章を偶然見つけましてね。文書は一部だけで全容もわからず、その信憑性は従前とは言えませんが、資源の荒廃は聖セーロスが作らせた一種の神器だと書かれていました。セーロスは荒廃を用い、4人の使徒と共に荒廃の儀を執り行ったと。どうやら失われた命を呼び戻すための儀式だったようです。ですが儀式は失敗に終わり、四使徒は荒廃が誰の手にも渡らぬよう封印したとか。ふん、荒廃の儀ね。荒廃の話であれば、私ずっと昔にお父様から聞いたかもしれませんわ。教団の秘宝、死者さえ蘇らせるほどの魔力を秘めた伝説の杯。やはり死者を蘇らせるか。欲する者がいるのも不思議ではない。いずれにせよ、もう少し伝承についての情報を集めた方が良さそうね。ええ、そう思います。私も修道院内で心当たりを探ってみましょう。もっとも今の修道院に望みの情報がどれだけ残っているかは疑問ですが。感謝しますわ。それでは私たちもここでできることをいたしましょう。アルファルドさん、立派な人ですね。僕も少しお話ししただけですけど、町のみんながあの人のことをすごく慕っているって伝わってきます。なんだかロナート様のことを思い出しちゃいました。ここにこもってても暇だから、俺はちょいちょいさらに地下に潜ってんだけどよ。分かれ道は多いし、塞がっちまってる道も多いしで、ほとんど迷路みてえなもんだぜ。仕掛け扉や隠し通路なんかも動かし方が分かるやつはごく一部に過ぎねえ。ああ、仕掛けを動かせば勝手に扉がドーンと閉まっちまう。ま、その手の話は俺よりユーリスやコンスタンツェの方が目ざといけどな。ボルフクラッセという学級名は正解の星を守護する獣に由来しています。大司教芸家自ら名付けてくださったものではあるのですが、近頃の芸家は地下そのものをよく思っておられないようで悲しいことです。おお、この前の襲撃騒ぎでアルファルドさんがユーリスを助けたんだって？さすがよね。優しくて頭も良くて、しかも強いなんて。なのに彼、独り身らしいのよ。私をもらってくれないかしらね。
の部屋はもう覗いた？占い師が何か占ってくれるんだって。ここの雰囲気からしてすごく当たりそうな気がする。恋占いとかもしてくれるのかな。後でちょっと見てもらおう。そうだな、公女に王子に名士の嫡子か。お互いに腹の探り合いが大変だろう。いやいや、仲良くやってるさ。俺たちが喧嘩すれば戦争になっちまうからな。そういうお前らだってどうせ腹に一物何かしら抱えてんだろうな、あユーリス。まさか。先生、あんたどう思う？俺が裏で何か企んでるようなやつに見えるか？あんた正直すぎるよ。確かに腹に一物どころじゃねえよ。俺様は正直者とは程遠い生き方をしてきたんでね。だが他の連中は違う。抱えてる事情はあるが、人としては信じられる奴らだぜ。自分は下げても仲間は立てるか。そういうとこは嫌いじゃないね。そうかい。俺もお前は嫌いじゃねえな。腹の血を見せねえところ気が合いそうだ。そうね。ずっと気になっていたことがあるんだが、君の髪昔からそんな色だったのか？私の髪？確かに子供の頃とは変わっているけれど、なぜあなたがそれを知っているのかしら。もしかしてどこかで会ったことが。話し出すと長くなりそうね。それにここでというのも。後でいいかしら。あ、もちろん。私、昔戦士だった。捕まって逃げて散々ね。故郷、母さん待ってる。帰りたいけど遠くて無理ね。多分私ここ出られない。おばあさんなってもここ出られないね。アビスにはいくつかの居住区があってね。私はここから一番遠い場所に住んでるのよ。なのになんでここにいるのかって。そんなの決まってるじゃないの。アルファルド様のお姿を拝みに来たのよ。彼を見ると幸運が訪れるって噂なんだから。ううん、パピちゃんをがっかりさせたり呆れさせたりしたらダメなんだよ。ダメったらダメなんだよ。わかった？僕ね、アルファルドさんにお菓子をもらったことあるよ。だからアルファルドさんのこと大好き。またお菓子くれないかな。働き始めてまだ数節だって。道理で教団の人っぽくないと思った。余計なことは言わないって態度も。ハピ嫌いじゃないし、このまま変わらないといいね。先生として年を重ねていってもさ。よかった。地上で居場所を失った者が最後にたどり着く場所、それがアビスじゃ。いわば貧民と罪人の巣窟。秩序などないに等しく荒れ放題に荒れておった。しかしアルファルド殿が管理するようになってからアビスは変わったんじゃ。彼の援助でわしらは上から解放された。人はな、食えれば穏やかでいられるんじゃ。
いや、今日こそ飲みに来たんだろう。まずい酒しか置いてねえけどな。ここの連中がろくでもねえのは、くそまずい酒ばっか飲んでるからかもな。いい酒を飲めば人格も磨かれるってもんだ。いや、そんなことねえか。貴族もクソだ。先生よ。本日も異常ありですか。ああ、いや、賊は見かけてませんけどね。アルファルドの旦那がいるとアビスの連中はなんだか舞い上がっちまうんです。旦那に助けられたやつは山ほどいますからね。俺たちにとっちゃ神様みたいな人ですよ。そうですかね。4子と4子と、先生、僕が思い出せそうなことを言ってくださいよ。何か食べ物とかで使徒の名前を冠していたものがあったような。確かこの辺に記録をありましたわ。あら、何かご用ですの？そういえば私としたことが勝ち名乗りを忘れましたわ。仕方がありませんわね。あなた、そこで代わりに聞いてくださる？このコンスタンツェ・フォン・ヌーベルが先行第一ですわ。満足しましたわ。それでは私、アルファルド様と話してこなくては。